県内では今日新たに3人の変異ウイルス陽性の疑いがある人が確認されましたこのうち2人はクラスターが発生した佐賀市のホストクラブジョーカーの関連ですこの店関連の変異ウイルスは6人となりましたまた変異ウイルスの疑いで検体を国立感染症研究所でゲノム解析した結果3人がイギリス型の変異株と分かりました 続いて今日の新型コロナの状況です。県は今日155件の検査があり、12人の陽性が確認されたと発表しました。県内では現在28人が入院していて、病床使用率は8.3%、重症の人はいません。